TC スンです。さて今回も BA5 やっていきましょう。で、25日のアップデートが入りました。で、それがどのように反映されているのかっていうのに着眼を置きながらね、やっていこうかなと思っております。はい。で、今回看護兵、それで武器や装備、ガジェットは箱と地雷をね持ってきました。で、箱についてもちょっと強くなったんですけど、また自動回復範囲、まあ、これ弾の箱ね、弾薬箱も同じ自動回復範囲が、まあ、2メートルから4メートルになったと。まあ、BA4 と同じ範囲だよね。まあ、強くなりました。ちょっとね。はい。で、地雷が結構変わりまして、まあ、トータルで見れば、ちょっと弱くなったんですけど、まあ、一発当たるとダメージがでかくなりましたね。で、あと、作動範囲も広がりました。はい。で、設置範囲が狭まって、隣接設置範囲かな。で、1個置いちゃうと、もうすぐ隣には置けない。だから、地雷で即死は狙いづらくなったのかな。まあそういう解釈でいいと思う。であと避けやすくなったね。頭上から爆風が来るんで、まあやっていきましょう。こっちは見てないと思うけどね、敵経験者を見てる。バリバリ見てた。はい。だからスナイパーで助かった。ノーダメで倒す。OK です。読み通り完璧ですね。はい。嘘っす、見たら言いました。はい。というわけでチャーリーの中に入っていきましょう。で、まあこれはケツを取れるかな。ケツ取れるね。取れるが、そんなにいない。あれは敵じゃないっぽいな。あ、Cクリアリング完了だね。で、前から味方が来ている。と思ったら、また取られ始めてるね、Cいいぞ。あ、しまった。よくない。あ、これバグだね、さっきの。一瞬、わかりましたね、さっき。まだいるこれ。まだいるね。あ、いた。さっきあの MMG のズ ADS した時のズームみたいな感じで、あのバイポッド引っ掛けない時の ADS した状態になっちゃったと思いますけど、わかりましたかね。あれね、多分バグだと思うんですよ。はい。まあちょっとやってみた限り、そんな頻発するバグではないんですが、おっと、地雷で一人死んだね。はい。まあそんなね、頻発するバグではないです。さっきの ADS バグは。一試合に1回2回起こるぐらい。ただまあ、どうなんだろう。あれで命中精度、拡散値が影響を受けてなかったら、割とどうでもいいんだけど、影響を受けてたらちょっときついよ。まあいいや。俺、素を乱し。そんな ADS を気にするような銃ではないから。まあ今回はね、まあ、問題ありません。おっと、びっくりした。はい。まあとりあえずやっていきましょう。いいよ、取ります。はい。これどうかな。まあ D 取ってるのがいるけど、多分いて2人、これはビビった。一気に2人湧いてきた。まあ結果的に美味しかったらいいけ、あ、美味しかったからね、いいんですが。はい。で、まあまあまあいいでしょう。で、チャーリーが取られてる状況なんで、取り返しに行きましょうか。で、今回のアップデート内容自体はそんなに、そう、なんていうの、話題にするにしては若干弱いっていうか、そんな、その、動画での解説が必要な内容のアップデートかって言われたら、まあ、非常に微妙なところなんですけど、まあね、まあ、現状、今のところ、あんまり変わりないかな。さあ、やっていこう。で、チャーリーが取られているが、やっていく。俺、素を見すっげえ苦手なんだよ、実際のところ。まあ、今回ノリで使ってるけど。レートがね、レートが使うの、反動がね、あの、俺好みじゃない。はい。で、エコーのところになんか見えたよな。立ってたぞ。座ったね。OK。で、地雷なんですけど、伏せた状態、あと、匍匐の状態だと作動しないみたいですね。はい。ただし、しゃがみ走りは、作動するらしいんで、注意しましょう。で、敵は、こっち見てないだろ。奥の味方と撃ち合ってるから。で、その隙に私がケツから包丁。いや、楽しい！やっぱ敵がこっち見てない時の打ち合いっていうか、ジェノサイドっていうのはなかなか、やっぱ、おつなものがありますね。あ、うまかった。あ、よだれ出ちゃった。はい。というわけで、味方は、なんかいるぞ。あいつか。で、入ってきたやつは全員処分したから。解放シーンだ。これがましで。
さあデルタを取り返しに行きたいが、言ってる味方はまあ俺含めて2人か、ちょっと人が少ないからちょっと待ってもらいたいね。あの前の偵察兵、はいカモンバックバック、お撃たれてるぞ、大丈夫かそれ、大丈夫じゃないか、待て、なんかあいつ透明だったな、胴体なんだ今のは、あれ結構昔からあったバグだったっけ、ちょっと待って、蘇生は無理だ、一旦クリアリングさせろ、そこで 寝転がってる、ちょっとやっぱりよね、いるっすよね、待て、こいつか、 OK。 さあ D は一応安全化はできたっぽい、まあ湧いてまた入ってくるだろうな、とりあえずまた地雷を解くか、さっきみたいに倒せるかもしれないし、なんかすげえ勢いで2つ置いたよね今、しかもあれじゃなかったっけ、あの隣接近すぎじゃね、アップデートでその 0.7 メートルから 3.6 メートルに変わったはずなんだけど、なんかどう見ても 3.6 メートルじゃないよね、指3本分ぐらいの距離やったね、あれ大丈夫か、あれバグかな、うん、これはミスだ、死んだわ。さあ相手やっていきましょう。でまた D が取られてるんで一旦クリアリングしましょうね。ですげえ勢いで減ってるんで、まあいるわないっぱい。さあ足音聞いて、左だ、左にいるはず、左、はい。さあ D を取る算段をしたが味方がゼロだ。さあこれ取れるのだろうか、取ったら今日のエース MVP だぞ、はい。というわけであっと打たれたが、だから D はね守るのすっげえ簡単なんだよ実際のところ、うん、で、なんか撃たれたからこっちいるっしょ。OK? まだいる。うん、ね簡単でしょ。D。D 周辺好きよ、藤の。で、ちょっと一つ必殺技があるんだけど、こう、地雷を置いて、この上に救急箱置いたら、隠蔽できるよね。地雷の存在を。うん、まあ、なんか割としょうもない技なんだけど、どうだろう。使えるかな。なんかいるぞ。オッケー、なんかピアット撃ってたな。あとね、ピアットとグレネード、なんだ、グレネードライフルも弱体化しました。まあ、体力 100% の敵を一撃で倒すのは、これから難しくなるんではないかな。うん。これはいけるやつ。俺の勘がそう支えてる。このスモーク、誰かはわかんないけど、ありがとう。貼ってくれて。よし。で、この芋畑を耕そうぜ。いいね。うん。オッケー。いや、俺の、スモークあれだから A 攻めるときに取ってるから、でなんかひょこひょこ歩いてるけど、この距離で素おみはね、あのおもちゃなんで、うん、味方に任せます。はい、で A に攻め入りたいがどうだろうか、あこの味方、あ撃ってるな、でもなんか状況的にスモークいらないなこれ。で俺は見逃さないよ、こっちにスポットが出ていたこと、うん、残念でした。はいはい、さよなら。OK。さあ、これで B に向かってたのも、スポットがついてたのも、なんていうの、見逃しなかったから。さあ、彼行きましょう。B 取ってる敵を。ああ。さあ、スオミ中距離能力判定。うんこ。ダメだ。弾の無駄だ。ちょ、俺、なんかスオミむっちゃむずいんやけど。うん。リココンできん。さあ。まあいいや。多分気づいてないだろう。俺んことには。はい、というわけでビンナ帰ってこう、はい、いらっしゃっすがー、ありがとうございます。 OK、 3人カット、いやでかいですね。でちょっと時間を置いてさっきのところを見てみたら、多分ねやっぱりね蘇生するよね。はい、甘い蘇生カット。というわけでやっていこう。で弾がなくなったけどいけるっしょ、ワンオンワンだし。で味方も来た、方面爆撃も入った、完璧です。アイス、大丈夫、絶対敵いるんだけど、どこか、あ、どこかわからない。しかし、大丈夫だ。あれが、撃たせて取るスタイル、いいと思います。で、さあ、なんか味方が死んだか ?OK。A は掌握できそうだ、ね。うん。やっていくぞ。もうちょっとだ。このさ、A、B と B、D のこの謎のロングなんとかならんのかな。まあ、俺スモークも一応あるからご了承できるけど、さあなんかここら辺から車線が飛んできたような気がするけど、エリア外か、どこだ、ここ、いたな、こいつか、甘い、はいどうも、
さ、でなんかシス見たよ、右に流れてたやついたでしょ、うん、あの周辺視野で見たけど、でどこですか、抜けられたか、あれか、 OK というかもう終わるな、もうちょっとで70いきそうだったんだけど、まあやむなし、はい、というわけで終わったね、はい、うん、まあ200チケット差なら GG だろう、はい、というわけで今回はね5月じゃない6月25日に入ったアップデート内容を確認しながらやってみました。まあね、弾薬箱と地雷の内容だけではないんで、携帯が鳴ったわ、すまん、はい、まあ後々ね他のアップデート内容も絡めて動画撮っていきたいかなと思っております。まあ66キル13です、いいね、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。うん、まあ、新マップちょっと遅れるかもしれないけど、みんな首を長くして待ってみましょう。はい、というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。